はい、それでは S660、見ていきたいと思います。外装から見ていきます。無限のエアロ付きという感じでして、綺麗な一体ですね。ここをちょっと下だけね、少し吸ってるところあるかなという感じです。で、リップ中央部分、下の方は特に吸ってる感じもなくて、上の方も綺麗な状態ですね。で、このグリル周りも綺麗な状態になりまして、左前、汚れですね。左前の方は特に気になる傷は見当たらない感じです。で、ヘッドライト左右ともクリアで綺麗ですね。続いてボンネット。へこんでるところは特に見当たらなくて、傷もなくツヤもあって綺麗なボンネットになってますね。こんな感じです。続いて左側面見ていきます。まずはフロントのフェンダー周り。綺麗な状態ですね。で、ホイールですけれども、ガリ傷は特に見当たらない感じです。タイヤの溝も結構残ってますね。まだ全然使えそうな感じです。でドアミラーも綺麗な状態で、助手席側のドア。これ飛び式ですね。他は特に気になるような傷は見当たらないです。で、サイドステップも無限ですね。綺麗な状態になっております。で、リアフェンダー。こちらも綺麗ですね。で、左リアのホイールです。左リアホイールもガリ傷は特になさそうな感じです。で、タイヤの溝もたっぷりと残ってますね。で、左側面の、へこみ。特に見当たらなそうですね。はい。続いて、リアバンパーです。リアバンパーも無限ですね。このあたりも綺麗な状態になっておりまして、特に気になるような傷は見当たらなそうですかね。うん、綺麗ですね。で、トランク、トランクというかエンジンフード。まずこの無限のリアスポイラー、クリアもね、綺麗に出てる状態です。で、エンジンフードの方に関しても、特に気になるような傷は見当たらないですね。そして、右リアのフェンダーです。こちらも綺麗ですね。で、右リアのホイール。こちらもガリ傷は特に見当たらない感じです。そして運転席のドア。運転席ドアも綺麗ですね。で、サイドステップ周りは、うっすらちょっと傷があるぐらいですかね。こんな感じになっております。で、ドアミラーの方も綺麗な状態になりまして、右フロントのフェンダー周り、このあたりも綺麗な状態ですね。そして右フロントのホイールです。右フロントホイールもガリ傷なく綺麗ですね。こんな感じになってます。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。で、ホロの方も、こんな感じで、綺麗な状態になってますね。はい。では続いて内装を見ていきます。まずは、運転席ドアトリム周り。綺麗な状態ですね。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じでして、フローマットは無限のマットが装着されております。綺麗ですね。で、シートの方は純正シートで、まあ、多少ちょっとね、ここら辺は少しすれはあるかなっていうぐらいな感じですかね。で、助手席側、こちらも、まあ、気になるような汚れなどは見当たらないですね。で、ステアリングはですね、すれは特になさそうな感じで、綺麗なステアリングになっております。で、ダッシュボード上も、綺麗ですね。
この辺りも綺麗な感じになっております。はい、ちょっとエンジンかけてみます。エンジンのかかりもいいですね。うん、出来上がりの方もいい感じです。じゃ続いてボンネット見ていきます。よいしょ。はい、ボンネットの中も綺麗ですね。で、このユーティリティボックスも、こんな感じで綺麗な状態ですね。続いて、助手席側。助手席のドアトリム。綺麗な感じになってまして、スカッフプレートの方も綺麗ですね。うん。助手席側もフロアマット含めて、とても綺麗な状態になっております。はい。じゃあ続いてエンジンルーム見ていきます。はい。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。エンジンルーム内、綺麗な状態ですね。まあ、まだね、やっぱり距離が少ないこともあって、まあ、ボルト類も含めてかなり綺麗な状態ですね。こんな感じになっております。ちょっと吹かしてみます。こんな感じですね。はい。じゃあ続いて試乗してみたいと思います。はい、それでは S660 試乗してみたいと思います。グレードベータになりますね。まあでも、ベータでもですね、もう、この後期のモデルになりますと全然見劣りしない感じですね。走行距離は7800キロという感じです。前のオーナーさんからですね、直接買い取りをさせていただいた車になりまして、まあクラッチなんかはですね、全然問題ないですね。ミッションの入りもすこすこと入る感じです。ブレーキのタッチもいいですね。まあまだ令和4年式なので、2年落ちと、で距離もまだ7000キロ台なので、まあほとんどこう新車にね近いような感じで、まだ室内もですね、新車のこうね、匂いもまだするぐらいな、そんな感じですね。で、ドアミラーはですね、この無限のミラーがついていて、ブルーになってますので、まあちょっとね、夜とか、S6 ってやっぱ車高が低いので、眩しいんですよ、後ろのヘッドライトが。やっぱこのね、ブルーのミラーとか、まあちょっとそういうね、光を軽減してくれるものっていうのはね、結構大事ですね。あと、エアコンも今つけてまして、涼しい風も出てきておりますので、この点もね、特に何の問題もないかなという感じですね。で、無限のエアロが装着されていて、まあ、フロアマットもね、無限ですし、ドアミラーも無限ですし、まあ、各部に無限のパーツが、装着されている感じで、まあ、これをね、買ってからね、いろいろつけようと思うとなかなか、いい金額しちゃいますけども、やっぱり最初からこう揃ってるというのはいいですね。そして走りも申し分ない感じ。メカニカル的にも特に何か不具合抱えているような感じはないですね。キビキビと S6 らしい走りをしてくれる感じです。まあ年式新しくて距離も少ないので、まだ全然ね、トラブル的なところは心配ないんじゃないかなと思いますね。このミッションのこうシフトノブもね、ちょうどいい位置にあって、すごくね、シフト操作がしやすいですね。それでこのシフト自体もね、結構ね、しっかりカチッとしてるので、こう操作感も非常にあって、
まあ、本当マニュアルをね軽自動車でこう楽しむためにはとてもいい車な感じですね。はい、以上 S660 の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。